インターネット報道メディア IWJ の浜本です。よろしくお願いします。ワクチン関連で、明治製菓ファルマ社が、原口和弘衆議院議員を名誉毀損で提訴する準備を進めていると報道されていますが、製薬会社が国会議員を訴えるという行為に及ぶことが、妥当な手続きなのでしょうか。例えばそれが自社製品を批判する言論であっても、科学の言葉言論でもって応じるべきではないでしょうか。言論の自由は憲法上で保障されている最も重要な権利の一つであり、その言論の自由が強く保障されている国会議員ですら訴訟対象になるとすれば、報道機関や医療従事者、研究者、専門家など、またワクチン接種により健康を損ねた方々の発言すらをも萎縮させてしまい、誰も批判的なことを言えなくなります。科学的議論は相互批判の連続であり、それが科学の進歩の歴史です。反対論順を張る者に対しても提訴ではなく公開討論などを通じた科学的な議論が行われるべきだと考えますが、スラップ訴訟ともいうべきこの度の提訴について、福岡大臣のお考えを教えてください。よろしくお願いします。はい、まず明治製菓ファルマ社が原口和弘議員を提訴する準備をしているとの報道があったことについては承知をしておりますが、この件については政府としてコメントするということについては差し控えさせていただきたいと思います。